オリックスファン8割、阪神ファンに敵意ある、どうもトライバーです。あるなる、ちょっとだけ変わった人が多い。今オリックスファンの人にね、今日はねインタビューしていこうかなと。よくね阪神オリックス、同じね関西、大阪兵庫ってことで、人気では阪神が、圧倒的にあるということで、やっぱりオリックスファンが、結構ね嫉妬してる人がねかなり多いんで、阪神ファンをねあまり、よく思ってない人の方が、結構いると思うんで、阪神ファンの印象っていうのをねちょっとね聞いていこうかなと思います。阪神ファンについてどう思ってるか、率直にでいいんですけど、阪神ファンの印象って、どんな印象ですか？よくなんかオリックスファンの人は、阪神ファン、周り好きじゃないみたいな、よく言われるんですけど、別にもう忖度なしとかいいんで、はい、ぶっちゃけどうやった、最近の阪神ファンって。別に、僕も関西なんで、阪神は好きなんですけど、でもやっぱ、大阪出身としては、どう考えてもオリックスだよ。阪神よりオリックスの上回ってるみたいなところで、阪神って、みんな、関西みんな阪神みたいな感じのイメージがあって、そこがちょっと。阪神ファンについてどう思うか、印象ですね。怖い。怖い。怖いかな。阪神ファンの印象についてちょっと聞いてみて、阪神ファンについて率直に言いながらどう思いますか？うるさい。柄悪い。応援がやっぱ多くて。今日とか六甲おろしとか、あれもあるから、あんま良くないですか？もうちょっと負けてるんで何も言えない。一応の、ここ勝ったやな、勝った、ここ勝った。放送時間やね。阪神ファンの印象について、怖い。どういうところが具体的に怖いですか？ヨウさんいてるから。マークが多いから。まあまあやな。特になんか、嫌いってわけじゃないですか？嫌いでもないけど、あんまり好きではないね。オリックスに対してなんか上から目線やから、同じ関西やねんから。阪神ファンの印象についてみたいな、どんな印象ですか？ちょっと結構元気なイメージ。めちゃくちゃ多分今包んでくださいね、青空の。一応あれですね、今日は友達の付き添いで阪神ファンです。オリックスファンから見て声出し応援とかどうやって阪神ファンの。結構怖い。とか六甲おろしとかあんまやめてほしい。いや別にやめてほしい。やめてほしくない。オリックスファンは阪神ファン好きじゃないみたいな、よく聞くんですけど。あんま好きじゃないですか、阪神ファン。怖い怖い。甘くちゃった。今日から友情関係に入って、いらんこと言うたらあかん、阪神ファンの印象みたいな感じで聞いてて、すごい、ずっとこの参戦、昨日もずっと1年間経ってるんですけど、阪神ファンは結構不安があって、この一つの会場の人に暴れちゃった。すいません、すいません。オリックスファンは阪神ファンに対してなんかあんまり良くない印象を持ってるじゃないですか。一部の人が持たれて、阪神ファンの印象についてなんか、阪神ファンの印象なんか印象で、こうやって、ギリこうやって一番のルール守らへん、インターベストコットで、ギリこのパスだらけ。オリックスファンの人って結構阪神ファンに対しては敵意があるというか、あまり嫌いみたいな感じあると思うんですけど、オリックスファンからしたら阪神ファンとどうなってほしいですか？まずは参戦ルール。ほんで、友情応援は先取ってって感じで、京セラドームを勝手に本拠地って言わんとってって。あ、それはこれはわしらのとこや。お前らが使うときは勝ったってんねん。今日いや京ちゃん、お前らがホームで使うときそれを確かに借りてるからね、こっちはね。わしらは勝ったってんの、お前らのホームは無数にね。そんなん言うんやったらお前夜が泳いでこいって。お前らの本拠地は兵庫県ね、大阪お前らのもうすんな。高校野球やってるとき、甲子園に使えないじゃないですか。どこでやったらいいの？甘がさりの球場や。あそこでやってみよう、お前。佐藤なんて60本もやる。オリックスファンの YouTuber で、イーボールを立ってもらうと。
あ、よく人気で負けても実力で負けるなっていう阪神に対して。あいつは、あいつは B モリーはこいつはちゃうから、あいつやってやばいやん。 B モリーのファンの B モリー好きやん、好きやん。俺だから、あのエダーズ分かってる人だから、 B モリー昨日だからアンチ B モリーやった。まさかのメンバーチャルチェンジも行くよってないです。あいつのとこになんで金払わなんかね。ここは勝ったやな。いや、カットセンジ、カットセンジ。フォローとかあるよ。阪神ファンの印象についてってことで、阪神ファンに思うことなんか本格らしいですけど、うん、まあ阪神ファンの印象はやっぱ熱いし、まあ、結構治安悪いけどめっちゃいい、いい人とかすげえテンション高い人がこいつテンション低い。まあ、オリックスファンと阪神ファンの県人ってことなんですけど、県人、まあ、県人のね、方の意見も、ね、聞きたいと思って今インタビューしてるんですけど、まあ、オリックスファン、まあ、阪神ファンのことあんまりよく思ってないみたいな、なんかあるじゃないですか。オリックスファンと阪神ファンは今県人じゃないですか、はい、ここはどういう感情になるの？自分的には家族全員阪神ファンなんです。なんで今オリックスちょっと話したの？ほんまや、それ聞きたい。ニュースをやってるうちに友達がオリックスについてて、オリックスのとこにいっぱいいるし。あ、怖かった。そっち選手ちゃうんかい。トラコじゃ満足できなかった。トラコもう満足できるっちゃ別に。阪神ファンに対して、いや、いいと思うよ。よくオリックスファンの方、阪神ファンに対してあまり良くない印象を持ってるのかなと思ってるけど、いや、おもろいからええんちゃう。おもろいからええんちゃう。おもんなかったらあかんねん。オリックスファンってやらしても飛ばさない。あんまり飛ばさないな。飛ばしそうですよ。飛ばす俺は飛ばす。飛べよ、そんな味方には飛ばせんで。あ、相手に。ビモレスもよく言ってるけど、阪神に人気で負けても出力では負けなくてよく言ってるけど、僕には優勝してるよ。阪神ファンの印象について、阪神ファン、まあそうですね。どっちが何対何？オリックスが7、阪神が3。オリックスのどのところが阪神を勝ってほしい？今日オリックス、ダンスボーカル、ダンスボーカル、ダンスボーカル、エイベックスさん公認のなりとか、オリックス、どっちでもチケットが取れる。そっち、そっち、そっち、そっちですか。阪神ファンの印象について聞きたい。阪神ファンのことどう思う？揉めそう。揉めそう。揉めそうだよ。昨日もツイッターで見たんやけど、オリックスのライトの応援席で、あそこってタイガースユニフォーム着た人入場禁止なんです。そこを歩いてる人がおるってツイート上がったりとか。揉めそう。揉めそう。な、イングリッシュ。オリックスファンで阪神ファンに対してよく思わないけど、そういうのあると思うんですよ。いや、なんかね、ちょっと怖い。一塁側に阪神ファンのユニフォーム着た人が内野席とか、いてくれても全然 OK なんですよ。逆に、三塁側のベンチの目とかにオリックスのユニフォーム着た人だったら、肩身狭いでしょ。阪神ファンの中にオリックスファンが紛れ込むのと、オリックスファンの中に阪神ファンが紛れ込むのと。あ、すいません。